申し訳ない。いや、申し訳ございませんでしょ。すいません。略すなよ、もう。今朝、都内の三宮公園で腹部に複数の刺し傷のある遺体が発見されました。現場は昨晩からの雨で辺りはぬかるんでおり、警視庁は公園内を封鎖し、足跡など犯人につながる手がかりを探しています。いや、マジすごいよ。ほんと言ってよかったと思う。マジ、人生観変わったから。やっぱりそんなにすごいんですか。俺ずっと思ってたんだよね、本当の俺ってどこにいるんだろうって。私も思います。でしょ、はい、まさにそこにいたね、俺が。私もいますかね。いるよ、ガンジス川の向こう側にね。へー、ガンジス川ってどんな感じなんですか。そうだね、でかいね。すごい。絶対若いうち行くべきだよ。これ、俺が行ったのと同じツアーなんだけど、これプラ…もう我慢の限界。毎日毎日若い子に声かけちゃ、自分探し、自分探し、インド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 。ちょっ…あんた、この店でなんて呼ばれてるか知ってる？インド人。インド旅してガンジス川の向こう側で見つけた自分がこれ、こんなインチキビジネスの片棒を担ぐのが本当の自分なの。インチキ？若い子に高いローンを組ませて、払えなかったらこいつみたいにただ同然で働かされるんだよ。そうなんですか。違う、俺は自分が体験したインド旅行の素晴らしさを他の人にも。じゃあ聞くけどさ、ガンジス川の向こう側に見えた自分って何だと思う。ほら、何も言えない。どんなに遠くに行ったって、そんなふわふわした考えじゃ一生自分なんて見つけらんないよ。とりあえずトイレでその情けない顔見てくれば。で、あんたもあんた、こんなあからさまに怪しい男に引っかかっちゃダメ。ん？どうしたの？でも、私、自分を探してるんです。いや、だから。自分が誰なのか分からなくて。え？ん？